はい、今日は久しぶりにメイク動画を撮っていこうと思います。結構久しぶりなので、いろいろあのメイクアイテムとかが変わってるので、参考になったらいいなと思います。まずは化粧水は塗ってるので、トランシーノの CC クリームをちょっと塗っていきます。明るいベージュみたいな色なんですけど、伸ばしてから塗ります。トーンアップのためにこれ塗ってるので、あんまりこう全顔塗るっていうよりは、なんか顔の中心部分に塗るようにしてます。ちょっと唇カサカサやから、リセの、あのプランパーのリップグロスをちょっと先に塗っときます。唇薄いからちょっとでもさ、分厚く見せたい。オンジョイヌのめっちゃコンタクト映ってるオンジョイヌのクッションファンデを塗っていきます。手にペペペってしてから塗ります。ここのニキビ跡がさ、12月の初めぐらいにニキビできて、結構デカめのやつができてさ、あとも残っちゃったのかな。だいぶちっちゃく薄くはなったんですけど、ちょっと跡が残った気がします。ファンデーション塗るときにあんまりこうベタって塗ると、私なんか逆に肌がすごい汚く見えちゃうので、なんかこの辺の見えるかな、このなんかプチプチした感じの、これがねすごい浮いてきちゃうから、もう薄く薄く、ほんとなんか毛穴埋めるぐらいな気持ちで塗ります。この真空のバームスティックコントロールっていうのをちょっと塗るんですけど、コンシーラー代わりに、ここのクマがやっぱ一番気になるから、ここを一回こんな感じで、もう濃いオレンジ塗っちゃってから、あ、爪塗ってからメイクしようと思って、忘れてた。ガビガビの爪ガビガビのネイル、ハゲハゲの爪で、すいません、失礼いたします。でちょっと上からまたオンジョインで軽く染めていく。で最近使ってるのがこのチークなんですけど、リサージ一応この、ついてるんですけど、いつもミニストップのやつの方が私使いやすいので、でこのここですね、ここを取って、ここから上の方まで顔色やっぱ悪く見えがちなので、顔色よく見えるためにちょっと外の方まで大胆に塗ってきてます。こっちも同じ感じ。ちょっと青みっぽいピンクなので、なんか透明感が出る感じに見えて気に入ってます。で次、ここのハイライトの部分を指にとって、こういう鼻のとここの先とか、この頬高のとことか、なんか前までハイライトこうジャンって開
広めになってたんですけど、最近なんかこのちょっとここだけとか一点集中みたいなのを持ってます。ちょっとさっきのピンクを目にしたと顎のとかにつけると割と血色よく見えるのでおすすめです。次眉毛なんですけど、ファラドゥの眉ブロで、今度ちょっとないところを若干足す。あんまりね、なんか眉毛濃くしちゃうと本当あんまり垢抜けた顔にならないので本当薄く。でこっちのプラスの部分でこう毛を整えます。眉毛の毛が一本一本長いから整えとかないと、眉マスカラ、ケイトの眉マスカラを使うんですけど、眉マスカラするときにやりづらいので、毛に整えとかはケイトの眉マスカラ使います。眉毛は若干脱色はしているんですけど、だいぶ黒いの若干ちょこちょこ生えてきちゃってて、明るめの眉毛にします。眉毛明るめにしないとなんか大人っぽい、なんかおしゃれ顔みたいにならないので、なんか元がもちゃっとしてるじゃないですか、顔が元がもちゃっとしてるから、できるだけこうちょっと抜け感のある顔にしたいので明るめのやつ使ってます。から目元なんですけど、目元も本当ちょっと時短メイクをしたい方とかにも参考にしてもらえたらなって思うんですけど、チークをそのまま使っちゃってて、この2番目に濃いやつをこの感じで色味を塗ってます。ピンクメイクですね今日。服がネイビーの、アブラのネイビーのスウェットを着てるので、オレンジメイクっていうよりかはちょっとこんな感じでピンクメイクにしてます。でもハイライトの部分とかもこんな感じで下にシャシャシャっと。で、このピンクの部分、ピンクの部分も大半はちょっとこすかなぐらい、こんな感じ。最近は目の際とかに締め色をあんまり使わなくなったかな。目元は結構ナチュラルめにやることが多くなりました。なんか全体的にナチュラルになりました。で次にバビメロのラメをちょっとね目につけ、目につけようと思って、こんな感じで一回手に出してからまた全体に、わかるかな、もうちょっとわかりやすくつけようかな。なんかね、ガッてつけるときは二重の上らへんにつけて、真ん中らへんで伸ばすって感じ。伸ばした。こんな感じつけて、見えるかな。もっと明るく華やかになる感じが好きで使ってます。ルーラーでちょっとまつげ上げます。リベリンのスカイハイ茶色を入れます。これほんまに落ちひん。私さ結構まつげがね、あマスカラがね目の下についちゃうんですけど、それってさちょっと一日の終わりとかに黒くなってね、
結構疲れた顔に見えやすいんですけど、いや全然落ちなくてすごい良かった。落ちにも下がらないから、最近はずっとこれ使ってる。落ちにもめちゃめちゃボリューム出てくれるから、今日アイラインすんのめんどくさいなみたいな時とかすごいおすすめかも。私は逆にこれ、このマスカラとアイラインを一緒に使っちゃうと、ちょっと目が強すぎる、目力めちゃめちゃ強すぎちゃうことになるので、あんまり一緒には使わないんです。舞台の上とかに立つ時だけマスカラとアイラインで目力を出すぐらいですかね。下も軽く塗っとこうかな。塗らない時もあるんですけど、これは下につきづらいので塗っとこうかなって。リップなんですけど、ロモアンドのジューシーラスティングティントっていうのを使ってます。31番のエアーアプリコット、こんな感じで、ちょっとベビーピンクみたいな。ピンクメイクの時はだいたい今はこれを使うことが多いかな。この間さ、X にも書いたんですけど、私結構なんか TikTok とかでなんかインフルエンサーの方が紹介してるのとかをこう参考にしながらリップとかを買うんですけど、インフルエンサーの方とかが紹介してたりとかするとすんごいめっちゃ可愛いやんみたいな感じになるんですけど、で買うじゃないですか、で自分につけるじゃないですか。なんかもっと可愛くなるやろみたいな、もっと可愛くなった口色をふわっってなる予定なんですけど、自分の唇がこんな感じで見ての通り薄いので、唇自体が厚みもないし、なんかもっと可愛くなるはずやのにみたいな気持ちになります。なんかピュアな透明感のある時短メイクでございました。こんな感じで、もうここは諦めてます。諦めんとこかな。本庄の先生にもうちょっと隠そうかな。なんかどうせ、いや隠れるのは隠れんのよ、この感じで隠れるんやけど、どうせ出てくるやろって思っちゃうからさ、どうせ出てくるやろって思っちゃうからさ、こんな感じでちょっと手洗います。ティントのところはやっぱティントなだけあって、なかなか落ちない。石鹸で洗ってるんですけど、ちょっと前髪きれいにしとこうかな、前髪きれいにしとこうかなっていうか、最近さめちゃめちゃ髪の毛伸びたの見てほしい。イベントとかに遊びに来てくださる方は気づいてると思うけど、もうめっちゃ髪の毛長い。ほれ、めっちゃ長くなりました。そろそろ切ろうかなと思ってます。ちょっとくくり跡みたいなのがついてるから、ストレートアイロンで伸ばしていきます。前髪もちょっとねこの辺癖出てるから、前髪も癖取っていきます。ちょっとオイルつけすぎてベタってしてる。
でかいのに伸ばしてこう毛先だけなんか床に巻けたらいいかなと思って最近さ前までここの毛今短いんですけどちょっとここもこれぐらい長かったんですけど髪の毛、飽き性やからもう変化をもたらしたいと思ってちょっとここ切ってもらいましたこんな感じで巻いた時にも なんとなくねデザインが入ったような髪型になるからかなって感じで、こっちも同じ感じで、このまま持っていって、でこの短い方を、はい、こんな感じで今日よく落ちますねではさようなら